土曜のお昼は A ランチ300回記念イーアンベー台湾スペシャル。この日2人がやってきたのは、おはようございます。おはようございます。気持ちいいね、目覚めてもまだ台湾にいるという幸せ ね。ただ昨晩のご飯のむくみが若干確かにありますけれども、うん、いいですね。なんか朝のこの公園のお散歩の感じ。そうなんですよ、ダーン森林公園というところで、はい、今日はここでですね、台湾らしい朝活をなんかでも体験していこうかなという。すごいよね。結構ね、結構いろんな皆さんこの公園をさ、お散歩したりちょっとランニングしたりとか、そう、朝から動いてる人多いんですよね。もうこの時間は私も死ぬほど忙しいですけど、普段はね、普段だとね、うんうんうん、子供のオペレーションに慌ただしくしてますが、あ、すごい見て、今日はあ、いわゆる太極拳ってやつでしょ。そうなんですよ。すごい。2人も早速仲間に入れてもらうことに。あ、結構筋肉使わんね、結構足プルプルしますね。足プルプルしてる。こんな逆にこのスローな動きがさね、先生一人ふざけてます。先生ふざけてる生徒がいます。あの、すいません、お腹空いてきたんですけど、いつも集中してください。はい、すいません。ありがとうございます。ありがとうございました。健康の秘訣はやっぱりこの太極拳。身体年轻就好、心年轻。心が若ければ。あー、勉強になります。結構体力も体も温まってきたところで、続いてはなんかいい匂いするんだけど、ね、台湾は朝ごはんを屋台で食べるっていうのが醍醐味らしいですよ、ね、すごいここ雰囲気いいよね。いいですよね。いろんな、なんかお店が並んでて、そう、いいじゃない。実はここ寺院の周りに軒を連ねるローカルフードエリア、地元の人たちに人気の安くて美味しいご飯屋さんばかり。今日ちょっと寒いですから大根のやつね、スープ飲みたい、ね、スープと、じゃあチャーハン、うん、お願いします。お願いします。あ、あっちで、あっち、あ、本当、ありがとうございます。あっちで食べられるんだ。なんだろう、行ってみて、意外とね、言葉通じなくてもできるんだね。注文できるもんです、ね、でも当たってるか心配、ちゃんと思ってるのが来るかな、ね、無論日本語でやりましたけど我々。寺院の前にテーブル席も用意されています。まずはスープが届きました、はい、あったかそう。あったかいよ。具材もたっぷり入ってます。おいしい。意外とスパイシー。あ、ほんと、嘘、これこの見た目で、この見た目で。豚肉も柔らかくてボリューム満点。うん、うん、なんかコリコリしてます。コリコリしてるの、これ。コリコリしてる。あ、シェイシェイ。この店自慢のシラスチャーハン。シラスはチャーハンの上に惜しげもなく乗っています。さらに牡蠣オムレツは小ぶりの新鮮な牡蠣がいっぱい。オレンジのソースが気になりますが、あ、辛い。あ、スパイシーなんだ。うんうん、いや朝から行くね、台湾の人。おー、おいしい。うまみ。タピオカ粉も入っていて、つるんとした食感もジューシーな牡蠣とよく合います。そうかそうか、じゃあ私もしらすチャーハン。お醤油ベースで、ー結構濃いめの味付け。おいしい。やっぱりベース濃いっすね。うん、これはいい。朝からこれ食べてスープ飲んで、うん、仕事パッといけたら結構目バキバキで仕事できると思う。本当に。目覚める。最高じゃない、この感じで食べるって。胃袋とともになんかエネルギーもチャージしてるような、そう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 、気がしますよね。整う感じがするよね、なんかね。大きなガジュマルの木と寺院、そして美味しいご飯でパワーチャージできそうです。